ご飯が炊きましたので、今日も出します。ブラシはこの沖を少し口移動すれば、ここでは、家に買ったカマスを焼くことにします。これですね、なかなか立派なカマスです。1匹でちょうどぐらいですね。パッと塩を振って箱があったので、腹子があったので、綿は抜かないことにしました。美味しく食べられるでしょう。お釜の中身がこんなですね。芋ご飯、相変わらず芋ご飯、ご飯7割、芋3割ですかね、紫芋とじゃがいもが入ってます。正月3日のごちそうです。今日から通常モード。じわじわと焼き上げます。ほら、にゃにゃ美味しそうだね。これ何、これ美味しそうだね。後でね、後でこれあげるからね。これほら、こんな匂い、どう？